工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。ここは東京銀座一方堂さんのサロンの方なんですけども、明日7月の9日から17日まで螺鈿の池田輝正先生の個展がこちらの方で開催されます。今回はコロナの影響もあって完全予約制となっておりますが、まだ一方堂さんの方にメール等で問い合わせていただくと、まだ見に来れる枠はありますので、よろしければこちらの方実物見に来てください。で、今回は来れない方がかなり多いかと思いますので、ちょっと特別に僕が動画の方を撮らせていただきます。では早速行きたいと思います。壁際から行きましょうか。なかなかピントが合わないですね。こちらが六角ですね。こちらの名前の方は天王城六角中夏夏目だそうです。もしかして中とか見せてもらったり可能ですか？まあ、こいつは無理。夏目なので中は普通塗りになっている。本当にお茶の夏目ですね。そうですね。はい、はい、こんな感じです。手の大きさとかでだいたい大きさ分かっていただけるかな。ちっちゃいですね。ちっちゃいですね。はい、はい、次行きましょうか。お、今度はこちらの平たいやつですね。皇后か何かですか？皇后ですね。皇后ですね、はい、数字が周りにあって真ん中が渦巻き状ですね。こちらも仲いいですか？はい、こちらは梨地だ。あ、梨地、これはすごいです。よし、次行きましょうか。細かい、多分ルーペで見ていただいて。ルーペでいけますか？お、ルーペで見るとこんなんです。数字螺鈿なんですけど、めちゃくちゃ細かいですよね。1ミリ以内入る。そう、ピントがなかなか合ってこないんです。あ、でも見えますね。見えますね。ほんと5センチ角ないかな。おー、なんかすごいこんなになっておりますね。はい、そしてこちらですね。またいつもとなんか感じが違うんですけど、今回はこれはもうかなりファンシー、ファンシー、超ファンシー。花柄ですね。いろんな花が、お、中に蝶が飛んでおります。これが赤なんですけど、はいはい、赤ありますね。変えると、下ですね、下の方に。あまり変わらないな、うん、まあ、緑に変わる。そうですね、はい、やっぱり実物見てもらった方がいいかなと思います。じゃあこちらは、はい、こう、この上の面と同じのが6面あるということですか？ですね。このここの面のこれも角度が変わる。ああ、本当だ、すごい変わりますね。これはもう螺鈿の、うん、構造色で、うん、ランダムに光、いろんなところからの光がこうを反射して、うん、まあ何でしょうね、光るところと光らないところが生まれるようにしています。やっぱり実物見に来てほしいですね。で、こちらも数字のですね。シンプルですけど、シンプル、いかがですか？
力あまり出せないのでもし大丈夫ですか。でこれが、はい、まあ金が綺麗に中だと、ね、中はこんな感じです、うん、はいですね、はい、そう金自身は螺鈿なんですけど貝の裏に金箔が貼ってあるそうですよ ね、うん、で金と混ぜれるということですね、はい、ではそうですね、これが凝ったやつ、まあ、手数ですけどね、はい、さあこれもそうですね、同じようにこう艶消しと、うんうん、艶があるところ、はい、まあ、磨き方の違い、ですね、処理の違いです、ね、処理の違い、あ、まあ、黒いところは磨いてます、うん、はいはい、緑のところはもともとザラザラなので、うんうん、それをまあ無理やり磨いて、うん、艶を近づけてはいるんですけど、でこれもまあ艶消しの部分が角度で点滅するようになりますね、うんうん、で、まあ、な内側が内側がすごい、内側の側面もやってあるので、そうです、反射じゃなくて側面もちゃんとあるんですよね反射してるのとあんまり変わんないぐらい変わんないぐらい恐ろしいですね、そんな感じで、はい、はい、これも大きさ5センチぐらいなので本当に小さい中の世界観というのがすごいです。この辺も皇后ですね、これはウニですね。ウニ。ウニ。海のあのウニですか。そうですね。ちょっとあのもうあのデジタル化されたウニという。そう。自然界からイメ、まあ、インスピレーションで。化石のような。うんうん、鉱石のような。まあ、そういう宇宙船みたいですけど。そんな感じです。ウニだそうです。まあ、自分では珍しく金色で、そうですね、いつもの感じとはまた変わった、ツヤと、はい、じゃあ次行きましょうか。あ、こうやって名前がついております。はい、はい、もう数字のそうですね、でこう、まあ、内側の奥まで、うん、はい、まあ、ほぼほぼ見えないんですけど、あ、まああと 2,3 年したら、うん、もう少し見えてくるようになりますかね、はいはい、漆がだんだん透けてくるので、そうですね、なんかこれはなし字、はい、すごいですね。ちょっとこれ裏が気になるんですけど、裏いいですか。裏は目を見てます。あ、目なんですね。そうそう、みんなこんな感じ。そうですね。大体まあ、ああいう感じ。裏までやってらん。で次は四角のもデジタル系ですね。これまた小さいので、ほそう、キラキラ感がいいですよね。こんなんです。はい。それがどんな。おお。キラキラ。また外とは違う世界観がなんかありますね。外のやつは、うん、もうあの中が抜けてるパーツで、うん、はいはい、中はまあ詰まってる、ね、詰まってるですね。おで次ね、先に奥行きましょうか。ちょっと待ってくださいね。ちょっと和室の奥の方ですね。すごい。これは、はい、あの粒子加速器みたいなイメージですね。
ハドロン電磁波が笑っちゃいけないけどすげえとしか言いようがないです。これも小箱になってるってことですね、真ん中で、ね、はい、はい、なんか話ですね、はい、キャーです。これも夏目の一種、これも夏目なので中は塗りです、塗りになっているってことですね。こうおだんだん、はいはい、収束していく、はいはい、デザインしています。そして隣がこれでラストになります。これは銀銀が銀なんですけど、ええ、まあ、銀の中、銀の中からというか、そうですね、うんうん、出てきたような感じ。そうですね、ちなみに僕これ一番お気に入りです。これも5番の目ですね。5番の目、この感じがいいですよね。はい、という感じです。で今回のこの作品は全て一応販売はいたしますが、数が全部で13点になりました。で、来ていただいた人のみが抽選券というのか、1人お2つ選んでいただいて、その買う権利を得ます。で、作品一つ一つに皆さんが投票してもらって、後で抽選をして、そのお一人の方のみが購入できるという、今回はそういう仕組みになっておりますので、よろしければこちらの一方堂さん、はい、来て、やっぱりね本当に実物これは見た方がいいです。で来た人しかわからないこの世界観っていうのがねありますので。で先生は、はい、いついらっしゃるんですかね。僕は、すいません、9、10、11しかいられないんですけど、3日間、9、10、11日3日間は先生いらっしゃいます。もうほとんど予約埋まってるかもしれませんけど、もしよろしければ来てお話聞くのもいいかなと思います。はい、17日までやってますので、はい、はい、何かそうですね、すいません、作品から、はい、語らせていただければ、はい、そうですね、もう作品があるだけでもう語ってますので、よろしければ見ていただければと思います。ありがとうございました。失礼いたします。